こんにちは。2月23日土曜日です。いばきら TV では土曜日曜祝日は午前11時から午後1時までの2時間、茨城県庁にありますスタジオからライブでお送りしています。さて今日は2月最後の土曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いばきら TV のスタジオがあります水戸市の上空には爽やかな青空が広がっています。午前10時の気温は水戸が5度1分、土浦では6度6分でした。そして現在県内全域に乾燥注意報が出ています。火の取り扱いに十分ご注意ください。今日この後のお天気ですが、北部南部ともに晴れで、昼過ぎから夕方は曇りの予報となっています。この後日中の最高気温、水戸は8度、土浦では9度の見込みです。今日も気温は10度に届きませんね。皆さん暖かくしてお過ごしください。続いていばきら TV からのお知らせです。番組では視聴者の皆さんからの動画や写真、そしてメッセージを募集しています。現在募集しているメッセージのテーマはもうすぐ春です。春を感じる瞬間やこの春始めたいことなど教えてください。このテーマ以外にも番組へのご意見ご感想もお待ちしています。メールアドレスはmail@ibakira.tv です。いばきら TV ホームページからもお寄せいただけます。また動画や写真は風景や植物、ペットなど身近なものを撮影して送ってくださいね。動画の応募方法はいばきら TV ホームページをご覧ください。写真はメールに添付して送ってくださいね。採用された作品はキラ1動画などの番組内でご紹介していきます。皆さんからの投稿をお待ちしています。続いて今日のメニューです。まずは県内の今がわかる茨城新聞ニュース、今週のニュースを振り返ります。いばきら TV おすすめの情報を紹介するいばきら情報局、今日はニュース、茨城県経営者協会からのお知らせ、そしてプレゼントキャンペーンのお知らせがあります。一押しうまいもんどころのコーナー、注目食材はチヂミ小松菜です。そして今日は茨城ミュージックアワーのコーナーもありますよ。お楽しみに。みちる先生のハーブなお話は第4回ハーブとアロマで花粉症対策をお届けします。県内のおいしいスイーツを紹介する茨城甘いお話、今日は花椒武田の武田さんをゲストにお迎えします。いばきら医療ワンポイントアドバイス、こんにちは県立病院ですのコーナー、今回のテーマは新生児医療って何？茨城県立子ども病院の新井先生にお話を伺います。そして今日と明日の2日間に分けてお送りする茨城の匠、今日は那須神戸と西の内神の前編、那須神戸です。茨城ラインフォメーションと続きます。今日も盛りだくさん、まずはこのコーナーからスタートです。今週のニュースを振り返ります。障害スポーツ社会の実現を目指し、ウォーキングを兼ねたクロスカントリー大会第2回常陸大宮クロスカントリー大会兼第1回みんなで楽しくグリーンウォーキングが16日常陸大宮市のゴルフ場で開かれ、総勢およそ3100人が起伏に富んだコースでの競技を楽しみました。常陸大宮市の素晴らしい自然の中を元気いっぱいウォーキングをしたり走ったりすることを、距離が1000メートルから6000メートルの20の部門で健脚を競ったクロスカントリーには1300人を超える選手が出場しました。ゲストランナーの野口瑞希選手やオリンピック競歩出場の川崎真由美選手、アテネパラリンピック金メダルの高橋雄一選手らも中学生や高校生などと一緒にレースに出場し、走りを競いながらも後続の選手たちを応援する姿が見られました。まあ、下が芝生なんで、すぐ走りづらくて、坂も急で大変だった。坂が辛かったです。疲れたけど楽しかったです。
また誰もが手軽にスポーツに親しむことを狙いに開かれたグリーンウォーキングには子どもからお年寄りまでのおよそ300人が参加し心地よい汗を流しました。疲れてないでんで。霞ヶ浦市立上鞘小学校で18日能楽鑑賞会が行われ、児童らが古典芸能に親しみました。文化庁の時代を担う子どもの文化芸術体験事業として開かれたもので、七重小学校、新張小学校、雫小学校、南小学校の4つの小学校の児童や父母、地域住民らも参加しました。観世流の校風会が狂言のブスと能の土蜘蛛を演じました。児童らはブスで太郎冠者と次郎冠者が繰り広げるユーモラスなやりとりに笑い声を上げていました。また土蜘蛛では蜘蛛の精が何度も投げる蜘蛛糸の迫力に目を見張っていました。上鞘小学校では総合的な学習の一環で6年生が能面作りに取り組んでいます。今回の土蜘蛛の上演で山崎純一校長が制作した能面も使用されました。上演後、児童らは狂言師の指導でこの辺りのものでござるといったセリフや、ノコギリで木を切るズコズコといった擬音を大きな声で抑揚をつけながら発声しました。狂言の泣いてるところが面白かったです。能楽の土蜘蛛の精と一人武者が戦っているところがかっこよかったです。ありがとうございました。身近な農作物と農具や民具について学んでもらおうと、茨城町立梅高中学校で19日、1年生76人を対象とする農の生け花教室が開かれ、生徒たちは季節や収穫をテーマに野菜をかごやざるに思い思いに飾り付けました。講師には茨城町で活動する農の生け花愛好会の会員が招かれました。授業に先立ち、広戸隆校長は食べる野菜が君たちの思いでどう変わるか学んでほしいと挨拶しました。食べる野菜がどう変わるか、君たちの力で、君たちの思いで。生徒は12の班に分かれ、会場に用意されたかごやざるなど生け花の器を選んだ後、自分たちのテーマに沿って大根や人参、稲穂などの素材を講師の助けも借りながら器に生けました。会場には季節の移り変わりを意識したという春に向かってや、野菜をたくさん使ってカラフルに仕立てた色とりどりの秋、収穫時の様子を表現した畑のおじいさんなどユニークな作品が並びました。この作品のテーマは若者たちが作るセンスがある農具生け花ザ・春夏秋冬です。私たちのオリジナル作品の作品名は色とりどりの秋です。こんにちは、映画の小山崎です。私がたくさんの野菜を持ってきてくださり、初心者にも分かりやすく説明してくれたおかげで、どの班も素晴らしい作品を作ることができました。水戸に春の到来を告げる第117回水戸の梅まつりが20日、水戸市の偕楽園を中心に開幕しました。偕楽園の梅は寒さの影響で例年より開花が遅れ、見頃は3月10日以降の見込みです。園内の梅の木3000本のうち、昨日までに開花したのは80本にとどまっています。オープニングイベントでは水戸の梅大使や水戸市の高橋康市長らが来園者に声をかけながら、市のマスコットキャラクター水戸ちゃんをあしらったシールなどの記念品一式を配布し、用意した300セットは10分足らずで配り終えました。
記念撮影にも気軽に応じ、水戸ちゃんの着ぐるみも人気を集めていました。つぼみも綺麗ですね。綺麗なピンクの濃い色でとっても良かったです、うん、もう少し咲いてて良かったかなと思うんですけど、うん、でも良かったですよ。広々して天気はいいし、満開の時来たいですね。またぜひ来たいと思います。本日よりいよいよ梅まつりが始まりました。ぜひ皆様お越しください。お待ちしております。梅まつりも始まりました。多くの皆様方に開拓園の良さを堪能していただきたいと心から思っております。お待ちしております。市街地から20キロほど離れた標高516メートルの山間部にある高萩市立君田小学校で20日、今年も天然氷のスケートリンクが完成し、全校児童6人が初滑りを楽しみました。校舎の裏に完成した天然リンクは幅5メートル、長さ20メートル、氷の厚さは10センチほどの風の子スケート場です。児童が農業用のビニールシートを敷き、教職員が先月16日から少しずつ水をまいて完成させました。スケートリンク作りは市内にあった民間スケート場の閉鎖に伴い、靴を譲り受けたのを機に12年前からスタートしました。昨年は2月8日に初滑りをしましたが、今年の冬は寒暖の差が激しく、これまでで一番遅い滑り止めとなりました。児童たちはクラブ活動や体育の授業で10回程度練習を重ね、3月5日には笠松運動公園アイススケート場でスケートを楽しみます。4年生の児童の一人は、ちょっと氷がボコボコしているけど、滑っているとボコボコが取れて滑りやすくなってくる。1年ぶりのスケートは楽しいと笑顔を見せていました。続いて朝刊ピックアップです。まずは今日の茨城新聞の一面を見ていきましょう。今日の一面には、2013年度県予算案復興防災景気に力、県は昨日一般会計を1兆784億6500万円とする2013年度当初予算案を発表しました。東日本大震災関連の予算が減少し、過去2番目に大きかった2012年度当初と比べると2.6%、293億円の減ということです。続いて今日の注目記事です。一つ目の注目記事はこちら、笠間の話題です。笠間市の笠間工芸の丘で昨日、東日本大震災で倒壊し修復された登り窯の窯焚きが始まりました。窯に火が入るのは震災後初めてです。登り窯は震災で窯の一部が崩れるなど使用不能となっていましたが、笠間焼協同組合が新しい設計で修復、シンボル復活の意味を込め震災2年を前に窯に火を入れました。昨日は4月の火祭りに展示する市内の小学生の路面およそ750点を調整しました。明日24日頃まで火を保ち、最終的にはおよそ1200度の高温で作品を仕上げます。見学は自由で、希望者は薪をくべる無料体験もできるということです。復活した登り窯でこれからも多くの作品が作られていってほしいですね。続いてはこちら、石岡市の話題です。石岡市八郷地区の自然を舞台にした野外芸術作品展アートサイト八郷2013が昨日始まりました。この作品展は武蔵野美術大学生と地域住民が協力して作る芸術展です。地域にある間伐材などを利用し制作、展示後は自然に返すという自然環境循環型作品展を目指しています。会場となっている里山や田んぼにはところどころに作品が置かれ、小高い丘の上には竹と茅で作り上げた高さおよそ7メートルの大型作品があり、来場者が登ったり中に入って学生と作品について語ったりしていたということです。イベントは明日24日まで開催されているということです。続いては神栖市の話題です。神栖署防災公園内に、
県警が新設計画を進めている神栖警察署の建設候補地に神栖市の公園予定地を選定したことが昨日県が発表した2013年度県予算案で明らかになりました。県警警務課によると候補地は市が整備を進める土建跡防災公園の南側国道124号線沿いおよそ1万平方メートルの敷地に4、5階建ての庁舎を想定しているということです。建設工事は2014年度から着工する予定ということです。以上ここまで茨城新聞ニュースでした。続いて茨城ラ情報局です。まずはニュースをお伝えします。今月20日茨城県庁で茨城防災ハンドブック2013の起草が行われました。茨城防災ハンドブック2013は子どもたちとその家族が日頃より防災に備えるため茨城放送とプラザ茨城が作成したものです。贈呈は茨城県庁の教育長室で行われ、茨城放送の北島茂司社長とプラザ茨城の渡辺仁志社長が小野寺俊教育長に防災ハンドブックおよそ8万5000部を寄贈しました。この冊子は県内の小学4年生から6年生の全児童に配布されるということです。以上ニュースをお伝えしました。残された時間はわずかだ。何？2020年東京がすごいことになるぜ。何？祭りだ、スポーツの祭りだ。何？あの感動覚えてるだろう？楽しかった、すっごく楽しかった。子供たちに見せたいですね。東京でやった方がいいです。一丸となってほしい。日本人よし、勝負どころだ。最後は気持ちの勝負だ。
のんびりしてると夢が逃げちまうぜ。続いても茨城ら情報局です。茨城県経営者協会からのお知らせです。今月27日水曜日午後1時30分から水戸プラザホテルにてものづくり中小企業による製品技術展示会を開催します。この展示会では茨城県経営者協会と県内5つの金融機関が連携して金融機関一押しのおよそ100社の企業が自慢の製品や技術を来場者に PR する予定です。当日は出展企業と自由に面談、商談、交流をすることができます。この展示会は自由にご来場いただけます。確かな技術力を持つパートナーを探す機会として皆さんぜひお越しください。以上、茨城県経営者協会からのお知らせでした。続いてはプレゼントキャンペーンのお知らせです。茨城ら TV では3月17日まで総勢111名にあたるプレゼントキャンペーンを行っています。視聴者の皆様に週替わりで素敵なプレゼントをご用意しています。今週のプレゼントはこちらです。まずはこちらのサイン色紙、さて誰のものか分かりますか？実は大相撲力士高安関のサインなんです。この大相撲力士高安関のサイン色紙を1名の方にプレゼントします。また歌手の夏川りみさんのサイン色紙、歌手の細川たかしさんのサイン色紙、お笑い芸人の赤プルさんのサイン色紙をそれぞれ1名の方にプレゼントします。そして茨城マルシェのセレクトショップとレストランの共通商品券1500円分を10名様に、お笑い芸人赤プルさんのサイン入り著書を2名の方に、茨城県フラワーパークからペアチケットを5名様にそれぞれプレゼントいたします。それでは応募方法のご案内です。茨城ら TV サイトの専用フォームからお願いします。応募は明日2月24日日曜日の24時まで受け付けます。1日に1つの商品に応募することができ、毎日同じ商品に応募したり日替わりで別の商品に応募することもできます。欲しいものをチェックして皆さんどしどしご応募ください。なお、いずれの商品も当選者の発表は明日をもって返させていただきます。皆さんからのご応募をお待ちしております。以上、ここまで茨城ら情報局でした。続いては茨城県の旬な食材を紹介する一押しうまいもんどころのコーナーです。今回ご紹介するのはチヂミ小松菜です。チヂミ小松菜は肉厚で濃い緑色の縮れた葉を持ち、冬の寒さにさらす寒締め栽培という方法で作られます。小松菜が寒さから身を守るために糖分を蓄えるので甘みが増して一層美味しくなります。チヂミ小松菜にはカルシウムやビタミン C、カロテン、鉄分が豊富に含まれ、おひたしや和え物、炒め物、味噌汁の具などにして美味しく召し上がれます。今日の一押しうまいもんどころ、注目食材はチヂミ小松菜でした。旨味と甘みが凝縮された冬限定の茨城のチヂミ小松菜をぜひご賞味ください。反対してもしょうがないねん。僕はどうしてもやるんや、決めたんや。反対戦闘で再び始まる決戦の時、半端な気持ちは許されない。負けてもいいのか。おい、みんな見ろ。スポーツの力始まる。さあ行こうか。今日本には君の力も必要だ。はい、始まりました。はい、今回も茨城ミュージックアワー始まりです。はい、今回もですね、司会はミッドライトハウス今泉理恵と、はい、つくばパークダイナーの清山俊でお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
そうですね、今回のゲストはですね、はい、前回の無限大ミートのですね、無限大に続きつくばから、はい、ジャムトゥデイというバンドにゲストで出演してもらいます。それでは、はい、ジャムトゥデイの皆さん、どうぞどうぞだはい、やおとなしい静かに入ってきましたね。入ってますか、ほら、あら、ブッカが入ってない、ブッカが入ってないですよ、ほら、入ってください、さすがのカメラですね。はい、じゃあまず自己紹介をお願いします。はい、はい、ジャムトゥデイと言います。キーボードボーカルをやっている沢畑真由子です。よろしくお願いします。ドラムの深谷です。よろしくお願いします。はい、で本当はですね、ジャムトゥデイは、メンバーは4人ですね、はい、で今回は2人、これ写真にあるように、4人のメンバー編成となっております。ベースの阿部幸、ギターの相原博道が、今回はね欠席となってます。はい、でベースの阿部幸はですね、明日国家試験を控えているということで、今日は休ませました。はい、そうですね。で一応プロフィールによるとですね、ジャムトゥデイというバンドは2010年12月結成、茨城県つくば市を中心に活動する4人組、人を揺らそうとライブを重ねる、偏ることなくその日必要な音楽を作ることを目指していますとありますが、実際はどのようなバンドでしょうか。はい、実際はそうですね、ちょっと偏ってるかも、どうだろうね、けどなんかどっちかっていうと、こう直接的な物言いを避けて、メッセージ性とかっていうよりも、お客さんにそのサウンドとか歌詞とか両面から景色を見せて描いて、それに沈んでもらうような感じを意図しています。だから例えばその寒いとかって言っても、キリリと冷えたフローリングっていうような言い方をしたりとか、こうぼかしたようなサウンドとか歌詞とかをしています。素晴らしいですね。今までとは違いますよ、今回は。やばいですね。僕らが困りますね、これだと。一番、まともだ。そう、一番今までで、ね、正常な人間が来ました、ね。はい、で、このジャムトゥデイはですね、現役大学生でございまして、はい、メンバー全員がですね、それでなんかこう、バンドと大学生活の両立という方なところで苦労しているところとかはあります？やっぱり、何が大変ですか。いろいろ大変、人間大変だよな。大変だよね人間生きるの大変だ。そうですね。ちょっとですね、今回ジャムトゥデイ、前回の放送でちょっとバーッとこう特集、ユナイテッドゾーンの特集で行ったんですけど、なんとこの度ジャムトゥデイがですねツアーに回ることになりまして、はい、このツアーのスケジュールの詳細をですね、今回多めにちょっと時間使って行ってみたいと思います。それでは、はい、お願いします。はい、3月1日のバックライナーで SU ナイトという県立医療大学のイベントに出ます。で3月2日マイクが邪魔だね、こっちから言っちゃって。3月2日ちっちゃ宇都宮ハローで、はい、はい、3月3日秩父ラダラダ、はい、3月5日下北沢エラ、3月7日が神戸のスタークラブ、3月8日が、大阪の千の字ファイアループ、3月9日の沼津クワーズ、3月19日池袋マンホール、3月22日が北浦和キャラ、3月29日が稲荷ケイズドリームで、3月30日がつくばパークダイナーでファイナルのイベントをやります。お、ファイナル、はい、ファイナルのイベントやりますね、はい、ファイナルどんな風になってるんですか。ファイナルは、うん、G ワンダースエッグっていう地元の同世代のバンドと一緒にツアーを回るんですが、それのサニーデーローカルモーニングツアーファイナルっていうことで、高崎からオンリーヒーノーズ、宇都宮からウェルヘアプンプンっていうバンドを呼んで4マンでイベントをやります。オープン18が数字が読めないですね。この18時半、はい、6時半ですね。スタートが9時で、あ、9時じゃねえよ、19時、スタート19時です。はい、来てください。あと今回チケットの料金の方が、チケットの料金の方が通常通り、通常通り1500円プラス毎度です。毎度ですね。で今回そのこのジャムトゥデイも、あの G ワンダーズエッグもですね、新譜を出してからのツアーとなるんです、はい、今こう、これが、あ、これが、はい、これが今流れてますね。ほかほかですよ、ほかほかです。さ、昨日撮ってたもんね。昨日撮りました。昨日撮りました、ほかほかです。はい、この新譜を、会場限定で、はい、ですね、販売しながら、はい、今日はちょっとないんですけど、手元にまだいろいろこう過程がね、工程があるので今回はないんですけども、会場限定で買えますので、皆さんぜひ
じゃあ、ぜひよろしくお願いします。え、なんてよろしくお願いします。一応、リエちゃんもね、直属の後輩ということで、実は実は水戸の子なんです。筑波で活動してるバンドなんですけど、お互い知り合い同士だったんですね。ご近所さんです。はい。お住まいが、まあ、これからね、社会人になってからも音楽を続けようと、うん、志しているこの子たちをですね、まあ多分ライトハウスでも見かけるとは思いますね。やっぱ筑波も、はい、水戸も、まあ、うまいこと行き来して、これからの茨城シーンの音楽を背負って立つ、背負って立つ、2回立つ、はい、バンドになってくれると思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは、なんとジャムトゥデイはちゃんとした PV があるんですけども、はい、それをあのボーカルのお嬢に PV を振ってもらって、ジャムトゥデイとお別れしたいと思います。はい、じゃあジャムトゥデイからラムネのアブクです。どうぞ。ありがとうございました。はい、続いてはユナイテッドソーンのコーナーとなります。前回のですね、はい、特集はですね、はい、誰でしたっけか前回の特集は
完全に忘れてますよ、僕は。前回特徴誰ですか？ジャンムツデイですね。そうですよ。かぶっちゃっても頭がおかしかった。で、今回はですね、はい、水戸から、はい、水戸からバッドフォーアクティビティの特集になります、はい。バッドフォーアクティビティはユナイテッドソーンに過去2回出演しています。2011年に結成、ボーカル・ギターの山田健、ベース・コーラス・スクリームの間宮貴文、ドラムの海野健太、この3人からなる茨城県水戸市を中心に活動中の3ピースバンドです。メロディック、エモ、スクリームなど多様なジャンルが入り混じった型にはまらない楽曲が特徴的。今流れているのはコレクトという曲ですが、この曲はバッドフォーアクティビティが結成して一番最初にできた曲で、ライブでの定番曲となっております。バッドフォーアクティビティのライブの売りは、ボーカルの山健のまっすぐな言葉がすっと胸に響くところです。迷った時、元気がない時に、いつもまた明日から頑張ろうと思わせてくれるようなライブを見せてくれるので、ぜひライブに足を運んでみてください。バッドフォーアクティビティのライブスケジュールは、本日ミトライトハウスで行われる地元バンド BAG が企画するたまり場に出演します。ホームページもございますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてさて、はい、次はそろそろあれですかね、スリースケジュールの、はい、おで、こちらがミトライトハウスの3月のスケジュールになっております。ホームページもぜひチェックしてください。いろいろなイベントがあります。はい、こちらがつくわパークダイナのマンスリー3月のですね、スケジュールとなっております。本日も両ライブハウスイベントがありますので、はい、はい、ホームページの方をチェックして、ぜひ足を運んでくれたらなと真に思ってます。はい。うん、次は、はい、どんなイベントですか？今日はですね、あのブッキングイベントといってですね、要は修行の場ですね。地元バンドマン今日8バンドも出るのでですね、お、多い、オープンスタートが早いので僕もすぐ帰らないといけないです。はい、今日は遠いですからね。はい、これでこちらがマップになってますね。はい、はい、ホームページがあるんで、ホームページの方に、はい、チェックしていただければ、はい、飛んできてもらえばいいと思ってますね。今日は結構時間がありますね、持て余してますね。今流れてる曲があの BAG のヤバババイブスという曲だったんですけれども、はい、あの今日その BAG の企画になってます。と BAG の企画は毎回すごく楽しいイベントになってますので、ぜひぜひ足を運んでください。そうですね、はい、じゃ今日のゲストのジャムツですね、最後ちらっとこう入ってきてもらって、はい、どうぞ。足元気をつけてね。はい、いろいろあるから。どうでした今日、どうでした、緊張した？緊張はすごい、顔がね、引きつってます深いわ緊張しなかった本当全然読めてなかったけどねいいですね。ジャムツデーはまあ近いところでライブだと一番近くて、さっきの3月1日だよね、になりますんで、まあこのツアーファイナルにぜひとも足を運んで欲しいなと思います。あの水戸のお客さん遠いかもしれませんが、ぜひ来てほしいし、地元のつくばの人たちにはより、こう地元を背負ってツアーに回るというわけですからね、ツアーに回るというその意味は本当に大きなものがあるので、そういうとこを結果を、一つの結果をですね、いい結果をファイナルに、見せてもらって、これからの活動につなげていただければと僕らは思ってますね。はい、はい、でですね、次回の放送は3月9日の予定となってますね、はい、ですね、あれでいいのかな、はい、ね、次回は次回ですね、つくばの謎の DJ クルー集団やばいやつ、世界征服っていうクルーが来ます、はい、相当あのおバカな人たちなんですけどもね、まあ、多分、楽しみですね、はい、明日つくばで、あのアイドルを交えたイベントもやるので、よかったらあのアイドル好きの方はホームページ、つくばのパークダイナのホームページをチェックしていただければ、働くクローバー Z って働くローバー Z 指紋中、週末も休まない、ね、はい、明日はこの前出たゴーダリサイタル持ってますということで、また次回は3月9日に会いましょう。はい、よろしくお願いします。さよならさよならさよなら。怪我をした祖母に作業療法士の方が温かい言葉をかけてくださり、一緒にリハビリテーションに取り組む姿を見て感動しました。グループ学習では今までにない新たな視点に出会うことができます。学科の仲間たちや先生方は心強い存在で、
作業療法士を目指す気持ちがより一層高まります。小さな田舎町で生まれ、そこでお年寄りの方々に大切に育てていただきました。その方々に何か恩返しをしたいと思い、私は医療の道を志しました。将来は疾患に対する治療だけでなく、認知症予防や就学・就労支援などを通してその人により良い生活を送っていただけるように介入をしていきたいと思います。こんにちは。生活に役立つ様々なハーブ情報をご紹介するみちる先生のハーブなお話の時間です。みちる先生、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。今日は日立市にありますみちる先生のお店、ハーブ専門店グリーンリーフにお邪魔しています。こちらの店内には様々なハーブティーやドライフラワーやドライハーブなどいろんなものが飾ってありますね。はい、とってもゆったりした雰囲気ですごくいいなっていう感じがしますけれども、こちらでは美味しいものをいただくこともできるんですよね。はい、ハーブを使ったさまざまなお料理とか、うん、ハーブを使ったスイーツなんかが食べれますね。ランチは予約制になっているんですよね。そうなんですね。ちょっとあの季節によって毎月内容を変えたりしているものですから、ちょっと手間かかるので、あのラッキーだとその日に来て食べれることもあるんですが、まあ、できたらば3日前以上前にご予約をお願いしております。スイーツセットは毎日大丈夫です。はい、わかりました、はい、さて今日のテーマはハーブとアロマで花粉症対策というテーマですね。はい、みちる先生に花粉の時期におすすめのハーブ教えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ました。まずはみちる先生に花粉症についてお話を伺いたいと思います。はい、先生、なぜ花粉症の症状が起きるんでしょうか。はい、花粉症っていうのはもともと自分の身を守るための自己防衛反応が過剰すぎることによって起こるんですね。はい、具体的に言いますと、例えばあの花粉症で辛い思いをした年があったとする。はい、俺はこいつのせいで辛い思いをしたんだっていう、こう記憶がされちゃうんですね。体の中には警察署みたいなの状態で自己防衛隊がいて、はい、その部隊たちが、あ、また花粉が入ってきた、確かあれで目が痒くなったぞと思ったらば、いっぱいもっと目を痒くして涙を出してその花粉を外に排除しようとするし、くしゃんくしゃん鼻水が出たり喉が痒くなってムズムズして咳が出たりするのも全て自分の身を守るための防衛反応なんです。そうなんですか。花粉症の仕組みがよくわかりました。あの今年の予想では花粉の飛散量多いと言われていますよね。今年まであの花粉症にはなってなかったけども、例えば去年の暮れあたりに風邪をひいたとかインフルエンザにかかったとか、すごく疲れが体が溜まってる、ストレスもすごいとかいう方は、はい、今年から始めて1年目で始まる可能性が高いんですよ。なるほど。では花粉症でない方も対策をしっかりした方がいいんですね。そうなんです。はい、わかりました。それではみちる先生、花粉症対策におすすめのハーブを教えてください。はい、はい、じゃあこちらにありますけども、今日は4種類並べてありますね。はい、でまず最初にはペパーミントでいいんですけども、今日はたまたま極上の白ミントっていうものがあります。極上の白ミントですか。ミントっていうのは600種類もあるんですね。そんなにあるんですか。はい、その中で、まあ、作用が非常にいいものを白ミントって言います。はい、じゃあ次のがネトルって言いまして、アレルギー の, あの予防っていうのと、はい、あと血をサラサラにきれいにする働きがあるのと、血も作るし、女性にはすごく嬉しいハーブの一つになってますね。はい、あとこちらはエルダーフラワーっていうあのお花なんですよ。よく見ていただくと分かるんですけど、ちっちゃい可愛いお花で、本当の花は白いんですけど、干すとこういう黄色くなるんですけど、これはインフルエンザの特効薬って呼ばれ、前回ね、ちょっと出ましたけども、はい、風邪の時とかアレルギー症状なんかにいいハーブティーになります。花粉症にもおすすめということですね。バッチリです。はい、はい、それとこちらの方がダンディーライオンというタンポポの根っこです。はい、これはね、解毒のハーブ。え、
ケトクス花粉症のアレルギー反応にもいいです。なるほど、はい、分かりました。この内容です。先生ブレンドをお願いします。はい、分かりました。量はそれぞれどのくらいずつ入れるといいんですか？そうですね、例えばこういった、はい、ミントみたいなものはスーッとする香りで、すっきりとした香りが漂ってきますね、はいはい、ティースプーン1杯ぐらい入れてください。ティースプーン1杯、はい、で次のネトルですね、はい、ネトルは予防の方はこのぐらいでいいです、はい、アレルギーがひどい方は1杯入れちゃってください。ちょっと多めに、はい、ということですね。今日はちょっと本格的なシーズンが来そうなので多めにしてみました。わかりました、はい、それと次のエルダーフラワーですね、はい、エルダーフラワーは甘い香りがして、で飲んでみるとまたこれまたねマスカットの香りで、はい、とっても癒されて美味しいんですよ。なのでこれもいっぱい入れたいとこなんです。でこのぐらいにしておきましょう。今日はちょっとアレルギーの方を多くしたのでね。はい、わかりました、はい、で次のダンディライオン、はい、タンポポでしたね先ほど言った、はい、根っこですね、はい、これは甘くて美味しいんですよ。でイヌリンという炭水化物と食物繊維が入ってって、はい、でまあ解毒のハーブって先ほど言いましたけども、まあ、ティースプーン1杯ぐらい、はい、でこれからお湯入れます。はい、ここにお湯を注ぎます。お湯は厚めの方がいいんですか？ハーブティーの場合は一呼吸置いて、うん、湯沸かし ポットみたいなのだと90度ぐらいにスイッチオンしておいていただくと、はい、それで大丈夫です。はい、分かりました。一呼吸置いた厚さで3分計ひっくり返します。はい、うん、では3分待つ時間がありますので、はい、いろいろハーブのお話していただけたらなと思うんですが、はいはい、花粉症にはペッパーミントがいいんだよっていうことを知られてきてますけども、はい、ミントはペパーミントじゃないとダメだっていうのご存知ですか？え、そうだったんですか、うん、知りませんでした。スペアミントとか、はい、アップルミントとか、はい、パイナップルミントとか、600種類もあるわけですから、うん、たくさん皆さんが知ってるミントもあると思うんですけど、ペパーミントじゃないとエルメントルっていうスーッとしてで薬効が高い成分が入ってないんですよ。なるほど、はい、だからペパーミントだったらばこのエルメントルがたっぷり入ってるので、はい、目安は香りがこうバラバラにしてみて嗅ぐと、はい、スーッとしたいい香りがするっていうことですね。で次にネトルなんですけども、これは葉っぱにはトゲトゲがいっぱいついてるんですけども、干すとそのトゲ全部落ちて触れるようになっちゃう不思議なね植物です。不思議ですね。日本ではイラクサって言います。イラクサ、うん、触ると、はい、なんか見えないんだけど触るとうたっと思うんで、まあ、どこか分かんない、押しても分かんないしっていうんでイライラするのでイラクサって名前の由来も面白いですね。そうですね、日本の植物の名前って割と単刀直入なんでなるほど。でもう一つはそのアレルギーに使われるようになったっていうことがもう一つあって、はい、嘘つきの羊飼いがいたんです、あんまり嘘ばっかりつくからそういう意味でチクチクするから、お仕置きにネトルでお尻をぶたれたんですって、そしたらばアトピーが治っちゃったっていう話があって、はい、それでアレルギーとかアトピーとか花粉症とかにアレルギーの代表のハーブになったんです。そうなんですね、はい、本当に面白いエピソードがあるんですね、はい。それでは3分経ちましたのでハーブティーをいただいてみましょう。はい、うん、甘みがあって、うん、すっきりしていて美味しいですね。そうですか、とても飲みやすいですね、はいはい、毎日飲めそうですか、これだったら。はい、毎日飲めそうです。皆さんもぜひお試しください。はい、みちる先生、アロマテラピーでも花粉症対策はできるんでしょうか？はい、マスクにシュッとスプレーして呼吸を楽にしたり、はい、あと外からお家に帰ってきた時に空気中にシュッシュッシュッとして、その香りを吸うことによって肺をきれいにしたりとか、それとお風呂ですね、やっぱりゆったりできるのはお風呂に入って、はい、でその蒸気を嗅ぐことによって免疫を上げるとかいうことも、免疫上げすぎて起こるのがって言って言いましたけども、バランスを取るんですね免疫の、はい、そういうこともできます。いろんな方法があるんですね、はい、ではおすすめの精油も教えてください。はい、わかりました。スイートオレンジ、はい、ユーカリ、ペパーミント、はい、今日はこの3つにしてみました。はい、なるほど、はい、それぞれどんな特徴があるんですか？そうですね、まずねオレンジとか、あとベルガモットっていうのもあるんですけど、柑橘系、はい、柑橘系っていうのは花粉症の時ってこうイライラするじゃないですか、はい、なんかピリピリしたりピリピリしたりかゆかったりとか、そういうのを落ち着かせる鎮静効果というのと、
血液の循環を良くして、はい、そこに炎症がとどまらないように流してくれるっていう、炎症を鎮める働きっていうのもあります。血液循環を良くするっていう嬉しい働きがあるんですね、はい、意外とあの柑橘系すごいんですよ。すごいですね、はい、それとユーカリは塗って香りを嗅ぐ方法が昔からある方法なんですね、はい、気管支を拡張させて呼吸を楽にする働きがあります。だから喉が痛い方とかあと、目の方もねヒリヒリしてしょうがないっていう方にも、はい、こうふわっと上がってくる揮発物質で楽になります。そうなんですね、はい、あとはペパーミント、先ほどねお茶の方でも出ましたけどもエルメントールというスッとする成分っていうのは冷やすだけじゃなくて血行を良くするっていう仕上げもしてくれます。それと柑橘系の方もそうでしたけどもさっと気分を変えてくれるっていうのもありますよね。リフレッシュ効果もあるんですね。そうなんです。それが総合的になるとあのアレルギーを抑えるっていうような働きに変わるわけですね。そうなんですか、はい、そして今回はこの3種類を使ったスプレーがこちらにあるんですよね、はい、こちらはどのように作ってあるんですか。はい、精油っていうのは、まずあーいい香りっていう揮発の香りですね、はい、揮発性のであいい香りって言いましたよね、はい、方向よくって言いますよね。よくね、いい香りのことをね、はい、方向性のそれであとはいい香りがバッと立つので、その他にこの油に溶けるっていう作用があって、はい、ごめんなさいね、こちらにあるのがあのウォッカなんですけども、ない方は普通にアルコール無水エタノールとか消毒用エタノールでもいいんですけども、はい、ウォッカはあのいい香りがするのでね、これも、あと、こちらもローズウォーターっていう前回もねちょっとご覧になってご存知だと思いますけども、バラ水っていうのは血管が充血してるから鼻がグズグズしたりするので血管を引き締めてそれで鼻の通りを楽にするっていう働きもあったりする。なので飲んだりすることもできるし体にもつけることができるのでそちらをここに入れました。はい、わかりました、はい、こちらのスプレーはどのように使うのがおすすめですか。はい、こちらの方はまずよく振っていただいてからやってみますか。はい、はい、じゃあやってみましょう。はい、今回マスクを用意したんですけれども、はいはい、マスクはこうつけるとしたらば外側でいいです、はい、外側にシュッと吹きかけました、はい、2,3 回好きなくらいでいいですよ。では2回3回吹きかけました、はい、でこれをつけていくんですね。そうですね、やってみてください。香り嗅いでみてください。あー、スーッとする香りなので鼻の通りが良くなる感じがしますね。そうなんです。あの使いやすいし香りがとても優しいあのスプレーとなってます。はい、わかりました。使いやすいですね。はい、みちる先生、その他にはどんな精油がおすすめですか。はい、タイムリナロールっていう、後ろに成分名がつくんですけども、はい、喉の方がね咳が出たりとか呼吸が苦しいっていうのにとてもいいです。それともう一つがニアウリってあんまり聞いたことないかと思うんですけども、ニアウリのネロリドールっていうこれも後ろ側に成分がついてるんですけども、で胸とか喉とか目とか肌とかをいっぱいついてる雑菌を殺してくれたり排泄してくれたりっていう働きと、あとはネロリドールっていう性質にホルモンを出す働きがあるので男性女性問わずホルモンを出してくれると免疫が上がるんですね。はい、そういったものもまたあるので使っていただくといいかもしれないですね。ヨーロッパではよく使われている方法なんですよ。そうなんですね、はい、こちらもおすすめということです。はい、今回はスプレーを使ってご紹介しましたけれども、はいはい、アロマテラピーっていろんな方法があるんですよね。そうですね、電気でつけるアロマディフューザーだったりとかね、はい、蒸気がこう出るものだったりとか、あとはお風呂に入れる入浴剤で、お風呂に直接入れるよりはお塩に垂らして、うん、お塩ごと入れていただいた方がいいです。お塩でいいんですか。はい、できればミネラル塩の方がいいですね。そうなんですね、アラジオよりも、はい、これは簡単に皆さんにも、ね、活用できると思いますので、はい、お試しいただきたいと思います。はい、お試しください。みちる先生、今回もありがとうございました。ありがとうございます。これで花粉症対策もバッチリですね。皆さんも生活にハーブを取り入れて素敵な毎日を過ごしてくださいね。次回もお楽しみに。ハーブで乾杯。みちる先生のハーブ講座は
茨城県内各地で開催されています。興味がある方は受講してみてはいかがでしょうか。またみちる先生のお店ハーブ専門店グリーンリーフにもいろいろなハーブが揃っています。グリーンリーフは常磐自動車道日立北インターチェンジからおよそ3分の場所にあります。詳しくはホームページをご覧ください。さて続いては水戸の偕楽園と筑波山梅林の梅情報をお届けしたいと思います。まずは偕楽園からです。偕楽園では3月31日日曜日まで第117回水戸の梅まつりが開催されています。公式ホームページによりますと2月19日の時点で梅の木3072本のうち78本が開花したということです。また偕楽園では昨日からですねライトアップが始まったそうなんです。このライトアップは筑波大学の教授の指導のもと演出していて今回で4回目になるということ。ライトアップは3月10日日曜日まで開催されています。点灯時間は日没から午後9時までということですので皆さん行かれてみてはいかがでしょうか。続いて筑波山梅林です。筑波山梅林では3月24日まで第40回筑波山梅まつりが開催されています。こちらも公式ホームページによりますと2月21日の時点で白梅はつぼみ、紅梅は三部から四分咲きということです。週末にはガマの油売りの工場などステージイベントも開催されているということです。それぞれ梅まつりの情報は公式ホームページでご確認ください。まだまだ寒い日が続きますが梅のお花見てみてはいかがでしょうか。茨城県の北東部に位置し見どころ満載の高萩市をご紹介します。さくら宇宙公園。我が国初のテレビ衛星中継の受信の地を記念した公園でおよそ300メートルのソメイヨシノの桜並木は人気のスポットです。高萩海水浴場。関東一の白い砂浜、通るような青い海と輝くばかりの白い砂浜が魅力の海岸です。ビーチは遠浅なので家族連れにもおすすめです。高戸小浜海岸。切り立った崖に挟まれた2つの入り江を持つ景勝地、日本の渚100選にも選ばれています。花貫渓谷。大小さまざまな滝が連なり四季折々の自然を楽しむことができます。長さ60メートルの潮見滝吊り橋からの眺めは絶景です。吊り橋は春は新緑、秋は鮮やかな紅葉のトンネルになります。穂積家住宅。江戸時代中期に建てられた豪農の住宅。長屋門、母屋、100坪の庭園からなる貴重な文化遺産です。県指定有形文化財にもなっています。四季折々の景観が安らぎと潤いをもたらす心の里高萩で皆さんのお越しをお待ちしています。
さて時刻は12時を回りました。ここからは第2部がスタートです。第2部最初はこのコーナーから茨城甘いお話です。今日のゲストは日立市の和洋菓子店菓匠武田のオーナー武田太さんです。武田さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も美味しそうなお菓子をお持ちいただきました。ケーキと焼き菓子ありますけれど、どんなお菓子なのかまずは簡単にご紹介いただけますか。はい、一番右の方はカシスのタルトって言いまして、はい、手作りのタルトの上に、紅茶のスポンジ、それからキャラメルソテーしたバナナ、そして、カシスのムースを、ドーム状に配置しています。見た目もとっても可愛いですね。そうですね、酸味と甘みがマッチしているものですね。はい、続いてお隣は、はい、こちら当店オリジナルでずっと売れ続けている、フルーツロールの外側をシューの皮でくるんで、それであんずジャムをこうやったシューロールというお菓子ですね。はい、そしてさらにお隣に行きますと、はい、チョコレートのケーキ、はい、こちらはモカショコラって言いまして、はい、コーヒー風味のムースと、チョコのムースを組み合わせたチョコケーキです。はい、そして続いては、はい、こちらも見た目可愛らしいですね。そうですね、こちらはキャラメルマンゴーって言いまして、キャラメルのスポンジに、マンゴーとキャラメルのムースを、でも春らしい色ということをリクエストして、うちの職人さんが作ってくれました。はい、分かりました。カゴの方にはね、焼き菓子と和菓子などもお持ちいただきましたね。はいはい、うちは和洋菓子店ですんで、はい、父が手焼きで焼いてるヨカッペっていう日立の、方言を申したおまんじゅうがありますね。はい、あとは日立の花は桜ということで、桜の花のサブレ、これは桜咲くラスク、ね、ラスク、はい、あと桜の花のやっぱり入ったサブレであるとか、あとは地域のかぼちゃを使った、地場のかぼちゃを使ったパイとか、そういうのが麺商品になってます。なるほど、本当にいろんな種類のお菓子があるんですね。はい、ではこんなお菓子がある菓匠武田なんですが、一体どんなお店なのか特徴を教えてください。はい、うちの方は和洋菓子でやってますので、和菓子がだいたい40点ぐらいと、洋菓子も40から50点ぐらいが、狭いスペースなんですけれども、はい、所狭しと置かれているんですね。でやっぱり入った瞬間に楽しいとかワクワクするっていうようなことを念頭にやってますんで、そういう賑やかさを、アピールできたらいいなと思ってます。なるほど。お店の創業はいつになるんですか。店は私が生まれてすぐなんですけども、昭和42年の10月なんですけれども、はい、それまで会社勤めで日立パンというところに勤めてた父がですね、はい、もともと和菓子職人だったんで、日立でじゃやってみようということで、お店を開いたのが最初です。なるほど。はい、ということは武田さんは2代目のオーナーということなんですね。はいはい、わかりました。お店のこだわりポイントなどぜひ教えてください。そうですね、うちの方はあんこが美味しいってよく言われるんですけども、そういった北海道の小豆とか、あとはくず、それから和三盆など和菓子の食材がたくさんあるんですね。でそういったものを洋菓子の方に生かして、和洋を取り入れた、美味しいお菓子を作っていこうということをがこだわりです。はい、なるほど。和の素材にこだわって和菓子洋菓子美味しいものを作っていこうという、はい、そういったこだわりポイントがあるということなんですね。はい、そんなお店、菓匠武田のお菓子、私も味見させていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、どうぞ。今日私がいただくのはこちらですね。はい、美味しそうですね。先ほどご紹介いただきましたカシスのタルトになりますね。では早速味見させていただきたいと思います。いただきます。もう球体まん丸で食べるのがもったいないなと思うぐらい可愛らしいんですが、食べます。あ、中はクリーミーな感じですね。うん、おいしい。甘酸っぱいですね。酸味と甘みのバランスがちょうどいいので、どん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 食べたくなっちゃいます。とっても美味しいです。ごちそうさまです。今日お持ちいただいたお菓子以外にお店にはどういったものが並んでいるんですか。そうですね、よく売れてるのはシューロールって、こちらのケーキの長いサイズとかロールケーキとかは、はい、よく何人いるか分からないってお客さん
のところですね、持っていくときに、後で切り分けられて、厚みによって調整できますね、はい、あとはやっぱりあの半熟プリンって生クリームを入れたプリンですとか、はい、あとはあのシュークリームは日立はサッカーどころだったので昔はナイスシューっていうちょっとダジャレ的なシューをですね、はい、クッキーシューをがよく出ますね、午前中から。そうなんですね、はい、あの来週はひな祭りがありますけれども、はい、ひな祭りのようひな祭りっぽいお菓子なども並んでいるんですか？そうですね、あのひし形のこう箱を用意しまして、そちらにあの丸いケーキを3等分したようなものに飾り付けをしまして、はい、ひなケーキを用意しております。今写真に出ていますけれども、はい、金の屏風もちゃんとあって、ね、おひな様おだいり様もいて可愛いですね、はいはい、こういったお菓子もあるということですね、はい、そして日立市地域ブランドに指定されているお菓子もお店にはあるそうですね、はい、こちらの幸せ通信というお菓子、はい、先ほどご紹介いただいたかぼちゃのお菓子ですね、はい、日立ではブランドかぼちゃとしましてもみやかぼちゃというのをやってるんですけども、うん、そちらが夏取れた時にですね、あの傷になったり、少しこうあの形が悪かったりしたものを私どもで買い取りまして、そちらをピューレ状にしてあの冷凍してあの一年中使えるようにしてあるんですね、そちらであんこを練ってパイにしたものなんで、日立初ということで、こちらあの非常にお土産なんかでも好まれましてよく買っていってもらってます。なるほど、はい、そしてカステラもこちらに指定されているということなんですよね。そうですね、カステラの場合はの材料が、卵と蜂蜜とそれから米飴と粉ということで、はい、少ないんですけれども、こちらはすべてあのこだわりのものでですね、なるべくこう美味しいもの、そして国産のものを中心に、私たちがあの20年間ぐらいずっと焼いてるカステラなんで、長崎とは名乗れない分、日立カステラということで、やっております。そうですか、はい、あの武田さんがお菓子作りを目指したきっかけというのはやはりお父さんの影響が大きかったんでしょうか？そうですね、あの子供の頃からあの工場の方には出入りして、いたもんですから、はい、真面目に働くあの父とか職人さんの、ね、背中を見て、育ってまいりました、うん、で学校出てからですね、あの一時一般企業に勤めたんですけれども。あれ、そうだったんですね。でもやっぱりあの一般企業だと私が辞めるって言った時に代わりがいるんですね、だけどやっぱりあのせっかく父が作った会社ですか、お店ですから、私の代わりしかいないなということで、はい、1年おきしまして20代後半に転職したわけです。なるほど、はい、そして現在に至るということですけれども、はい、これからの夢や目標などどんなものをお持ちですか？はい、日立とか茨城というような美味しいものがたくさんあるということで、そちらの方を紹介してまた材料に使いながら、地元に根ざしたお菓子を作っていくんですけれども、またそういうものをですね、日本初ということで、世界に向けて発信できるようなお菓子屋になれたらいいなと思ってます。そうですか、はい、これからも応援しているので頑張ってくださいね、はいはい、ありがとうございます。はい、さて続いては次回のこのコーナーの出演者のご紹介をお願いしたいと思います。はい、どんな方になりますか？はい、日立市大三ヶ町大三ヶ駅前で、はい、やってられますグランバーズの芹沢さんという方を紹介したいと思います。はい、では芹沢さんへのお電話を、はい、ダイヤルをお願いいたします。はいはい、次回は日立市大三ヶ町にありますグランバーズの芹沢さんにご出演いただきたいと思い、今電話を押しているところです。では、一度こちらつないで耳に当ててください。はい、次回は日立市のグランバーズ芹沢さんにご出演いただきたいということで、ただいま電話をかけています。出てくださいますかね。お忙しいでしょうか。もしかすると、そうですね、お昼時なので忙しいのかもしれませんね。はい、次回の出演依頼ということで、日立市グランバーズの芹沢さんにダイヤルしています。つながりますかね。もう一度トライしているところです。
芹沢さんですか。あ、武田ですけれども、はいはい、ちょっと芹沢さんの方で出られないっていうことなんで、ちょっと隣のオーナーの方にお電話してるんですけども来週芹沢さんの方で、はい、ではちょっとこちらお借りします。もしもし、バキラ TV です、こんにちは。はい、あ、今ちょっと本人出れないんですけど、はい、代理の方ということですね、はいはい、次回のご出演もお願いしたいんですが、次回来ていただけますか。はい、あ、 OK ということですね。わかりました、よろしくお願いします。はい、では一度失礼します。はい、ということで出演 OK いただきました。次回の出演者はこちらになります、はい、今日は日立市の和洋菓子店菓匠武田のオーナー武田太さんにお越しいただきました、はい、店舗情報こちらにありますので、ぜひ皆さんもお店に行かれてくださいね。今日はありがとうございました、はい、ごちそうさまでした。茨城甘いお話のコーナーでした。いわきら医療ワンポイントアドバイス、こんにちは、県立病院ですのコーナーです。今日はこのスタジオに県立子ども病院の新井第一医療局長にお越しいただきました。先生、今日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、先生が勤務されています茨城県立子ども病院は、県内の小児医療の中核病院として、県内の医療機関などと連携協力のもとに、一般の病院や診療所では治療が難しい重症児や診断の難しい小児患者の治療を診療を行っていると伺っています。そこで今日のテーマなんですが、新生児医療って何と題しましてお話を伺っていきます。先生、新生児科に入院する赤ちゃんというのはどのような病気なんでしょうか。はい、
昨年新生児病棟に入院した患者さんの数は353名おりますが、そのうち出生体重が 2500g 未満の赤ちゃんを低出生体重児といいまして、214名おりました。その中でも出生体重が 1000g 未満の非常に体重が小さい赤ちゃんは超低出生体重児といいますが、そういった赤ちゃんが22名おります。こういった赤ちゃんは非常に治療が大変になります。その他に、重度の呼吸障害とかですね、重度の下肢、それから呼吸障害、黄疸、心臓や肺、消化管などの危険を持った赤ちゃんなど、さまざまな病気の赤ちゃんが入院されております。そういった病気に対する治療体制はどのようになっているんでしょうか。はい、子ども病院には新生児科のほかにですね、小児の循環器などの各種専門小児科、それから小児の外科、心臓血管外科、脳外科、泌尿器科などもありまして、ほとんどの疾患に対応できるようになっております。また重度の新生児下肢の赤ちゃんには脳低温療法といった治療やですね、それから先天性の高アンモニア血症などの先天性代謝疾患に対する持続血液ろ過透析という、非常に人手のかかる高度な治療も可能となっております。はい、ところで先生、その新生児といいますのは生まれてから何日までの赤ちゃんのことを言うんでしょうか。はい、新生児とはですね、生まれてから28日未満の赤ちゃんのことを言いまして、はい、それ以後1歳までを乳児というふうに呼んでおります。はい、さて新生児の治療となりますと、他の小児患者さんとは同じ場所ではできないかと思うんですけれども、どのような場所でその治療は行われていくのでしょうか。はい、当院に入院する新生児の赤ちゃんのほとんどは新生児集中治療室、これは NICU と呼ばれますが、まずそこに入院します。NICU では低出生体重児の治療、重度の呼吸障害に対する人工呼吸器の装着、難しい小児外科疾患や先天性心疾患の赤ちゃんの急性期の管理を主に行います。ここでは看護師が患者3名に1名と手厚く配置されています。その後ですね、状態が改善しまして NICU から出ますと、次は GCU という病室に移ります。GCU は回復治療室とでも言いますか、呼吸や循環状態が安定した後、退院までの治療を行う病室です。はい、そのような専門的な施設があるんですね。こういった高度な治療ができる施設なんですが、茨城県内にはいくつぐらいあるのでしょうか。はい、これは茨城県の周産期医療体制の図なんですけども、子ども病院のほかにですね、総合周産期母子医療センターという施設がありまして、県内に合計3つあります。土浦共同病院と筑波大学附属病院に総合周産期センターがありまして、県内の産科救急、新生児救急をカバーしています。子ども病院は県央と県北地区をカバーしていまして、県西地区は筑波大学附属病院、県南六甲地区は土浦共同病院がカバーしています。しかしこの3施設で全てカバーできませんので、より軽症の患者さんにも対応できるように、地域周産期母子医療センターというのが各ブロックに施設ずつございます。頼もしくネットワーク組まれているわけですね。はい、ところで先生、県立子ども病院の隣には水戸済生会総合病院がありますけれども、はい、連携などはどのようになっているんでしょうか。はい、子ども病院には産科がありませんので、水戸済生会病院の産科部門である茨城県周産期センターと連携して、総合周産期母子医療センターとして機能しています。はい、早産になりそうな妊婦さんや胎児に病気が疑われる妊婦さんなどは茨城県周産期センターに搬送されて治療されます。もし生まれてすぐに治療が必要な時には、子ども病院の新生児科医師と看護師が保育器を持って行き、分娩に立ち会います。生まれた後に必要な処置を行ってから NICU に搬送します。2つの病院は廊下でつながっておりまして、産科の医師や看護師さんとは綿密に連絡を取っています。このグラフにお示ししたように、茨城県周産期センターで出生された赤ちゃんは院内出生として扱っていますが、年々増加しております。院内出生の赤ちゃんについては、若干減少、その後横ばいといったような状況になっております。はい、隣接するメリットを生かした連携ですよね。それでももし小児科医のいない病院でもし病気の赤ちゃんが生まれてしまったとします、この場合にはどのようになるんでしょうか。
はい、茨城県の周産期センター以外で低出生体重児とか重度の下肢の赤ちゃんが生まれてしまう場合もあります。まあ、そういった場合には消防隊の救急車で搬送するのが難しいために、子ども病院にある新生児搬送用救急車に、医師と看護師が乗って24時間お迎えに行けるようにしています。で、救急車には新生児搬送用保育機を乗せることができまして、救急車の中で必要な治療をしながら搬送できるようになっています。はい、心強い救急車ですね。ところで先生、最近はですね、少子化で出生数が減っているように思いますけれども、そうなりますと病気の赤ちゃんも減っているんでしょうか？はい、出生数は減少しているんですけども、 NICU への入院の患者さんはむしろ増加しています。はい、これは茨城県の出生数のグラフなんですけども、1983年には約3万5400人でしたが、2011年には約2万3500人と1万2000人ほども減ってしまいました。しかし、低出生体重児の割合は1980年の 5.2% から年々増加して、2009年には 9.6% となり、 NICU に入院する赤ちゃんの数は減っていません。また生まれる前に超音波検査で胎児の心臓や肺の異常などが分かるようになって、産科に紹介される妊婦さんも増えています。またさらに、近隣の総合病院の産科小児科が減少したために、軽症の赤ちゃんの入院も増えています。出生数が減っている中で、今のお話にもありましたけれども、低出生体重児、これは実は増えているともお話を伺いました。これはどうしてなんですか？はい、その原因はいくつか考えられますが、一つには平均出生体重の減少と関連があります。グラフにお示ししたように、平均出生体重は1975年頃までは増加しましたが、以後は減少傾向となっています。平均出生体重が減少した原因ははっきりしません。一つには女性の痩せ傾向が考えられています。このグラフにお示ししたように、20代から30代の妊娠可能年齢の女性の痩せている頻度が増加していることが分かります。これは女性の栄養摂取量が減っていることが原因と思われますが、女性の痩せ傾向と出生体重の低下は関連していると考えられます。まあ、その他、低出生体重児が増えている原因としては、ハイリスクな妊娠に対して帝王切開を行うことが多くなるなど、胎児が母体にいる期間、いわゆる在胎期間が短くなっていることも関係している可能性がありますし、その他、双子とか三つ子の多胎の赤ちゃんが増えているようなことも背景にあるかと考えられます。今日は新生児医療って何と題しまして、茨城県立子ども病院の新井第一医療局長にお越しいただきました。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いばきら医療ワンポイントアドバイス、こんにちは県立病院ですのコーナーでした。茨城県北部を流れる久慈川、かつてこの川の流域は中川流域とともに楮と和紙の一大産地であった。この地域から産出される楮は那須楮と呼ばれ、その艶と繊細さから絹に例えられる最上級の楮として全国にその名を馳せてきた。また地元産の那須楮を原料として当地で生産された紙は40種類を超える。その代表が西の内紙である。江戸時代、西の内紙は全国で屈指の上質で需要の多い紙であった。水戸藩の奨励によ、江戸時代中期の宝永年間には1600余りの農家が紙すきを行っていたという。現在県内で紙すきを専業とする家はわずかに2軒。那須楮を栽培する農家も最盛期とは比較にならないほど減少している。この作品は那須楮と西の内和紙をさまざまな角度から詰め直したものである。現在那須楮は久慈川の支流大沢川沿いの久慈郡醍醐町大沢を中心に、コロフジ、サイガネ、市内モリガネ、
諸沢など栽培や加工が行われている。そもそも那須楮とは植物名ではなく流通名である。主に茨城県北部で産するにもかかわらず那須楮と呼ばれたわけは、近世は隣国那須郡烏山藩から、近代は早く開通した東北線を使って栃木県から各地に出荷されたためである。かつて那須楮は大子町、常陸大宮市、常陸太田市ほぼ全域と、栃木県那須烏山市、那珂川町の県境付近までの広い範囲で作られていた。そして産地の土壌や地形、気候によって本場もの、純本場もの、場違いものなどと呼ばれ差別化されていた。久慈川から九龍川を1キロほど遡ったところに常陸大宮市森金岡平がある。昔から那須楮の栽培が行われ、品質が最上とされた本場ものを産出していた地域である。楮は小石混じりの水はけの良い土壌を好み、風の当たらない日当たりの良い山の斜面で栽培される。楮はクワ科の植物で、その樹皮は古くから我が国の紙の原料として最も多く使われてきた。楮をこの辺りの人々は楮と呼んでいる。楮は株から伸びた芽を1年だけ育て刈り取る。1年を過ぎると木の繊維が硬くかつ粗くなり、和紙の原料として適さないという。では高村義則さんの畑で楮の栽培の様子を見てみることにしよう。6月、梅雨の合間を縫って株から育ち始めた新芽の間引きを行う。これを芽かきという。一つの株から10本から15本ほどの新芽が出る。その中からまっすぐですくすくと育っているものを5本程度選ぶ。選び方はどういうふうに選ぶんですか？選ぶのはこう立ってるでしょ。そうするとまっすぐこういうのは残して、曲がってるような、かぶらから曲がってるような、開いてるようなのを取り除くの。育ちの悪いもの、細いもの、横から出ているものなどを取り除いていく。またまっすぐではあるが極端に長いもの、太いものも取り除く。商品として長さ、太さを揃えることが大事なのだ。今年はね、芽が出る頃で、どちらかといえば例年より雨が多いんでね、まあ順当に、育ってますね。地面に這うような感じのものは取るようにしてます。というのは収穫の時に、非常に仕事がしにくいんですよね。それに曲がっちゃうし、製品にした場合でもまっすぐに、立っていた方がまっすぐな木構図が、できるでしょう。このぐらいの株であればもちろんなくていいですね。これも取っちゃいます。芽かきからおよそ1ヶ月後、楮が成長してくると横に枝が伸びてくる。この枝を取り除く。これを脇芽かきという。脇芽をかく作業は楮の刈り取りまでに3回ほど行われる。全部の切れはないんですが、脇芽というのが出てまして、そうするとまっすぐ伸びないで、
脇の方にこう木が太くなっちゃう、枝に出ちゃいますんで無駄になるわけですね。やっぱり高くまっすぐに育てるために、脇芽を積んでいかなきゃなんないわけですね。でそういうふうな仕事が今自分の仕事になってます。まあ、これなんか綺麗にあの脇芽取りましたんでね、これからどんどん上に、大きく伸びていくと思いますね。構造周りの草取りも行う。草取りの作業も大事なんですか？大事なんですよ。これ草取んなかったら根が落ちて来年何倍保険だか分かんない。山をきちんと管理するのも良質な構造を作る上で大切な仕事なのだ。また葉の中にいるハマキムシの幼虫もこまめに潰していく。夏も盛りになると楮の木も伸び背丈をはるかに超えるまでに成長する。この時期2回目の脇芽を描く。手が届かない木は鍵のついた竹の棒で手繰り寄せて脇芽を描く。そうですね、今頃あの伸び盛りの時に、芽を摘んでおいて、またあのそう生育の最後の頃でしょうかね、出荷する時に、ま、どうしてもあの脇に残っている木もあるんで、やっぱりあの次の加工の段階になった時に邪魔なものね、あのそれは取っておくのが生産農家のね、まあ、役割ですよね。秋も深まる頃、コウゾの葉は落ち、木の成長も止まる。1回目の脇芽かきは、コウゾを刈り取る直前に行われる。取りきれなかった枝を払い、まっすぐな一本の木にするのだ。本当は葉っぱがあるときにちゃんと気がついてね、きれいにあの飛んなきゃなんないんですけど、どうしてもあの忙しく仕事をしたり、まあ、次の株に行っちゃったりするとね、取り忘れが出ちゃうんですね。いよいよ刈り取りである。高村さんの家では依頼先の楮の加工日程に合わせて刈り取りを行っている。今年は2月の上旬に行った。刈り取った楮は束にして重さを測る。17.7キロですね。楮の価格は1貫あたりいくらで計算され換金されるのだ。一年の苦労が報われる時だ。刈り取られた楮は蒸してから皮を剥く。この皮が和紙の原料となるのだ。男体山の登山口にある醍醐町西金大円寺、日本で最も良質の漆を産出するところの一つと言われている。この地域でも昔から漆とともに那須楮が栽培されてきた。急な山の斜面に畑がある。12月、ここでは昔ながらの楮用の鎌を使って刈り取りが行われている。根元から斜めに一気に切る。鎌で切ると切り口が裂けて後で皮が剥きやすくなるという。刈り取った楮は葛富士
と呼ばれるクズのツタで束ね、家に運び軒下などに置いておく。雨の降らない穏やかな日を選んで楮を蒸し、皮を剥ぎ取る作業をする。切り揃え、蒸してすぐに皮を剥く。これら一連の作業を効率的に行うため、少なくても 5,6 人の人手が必要となる。桐原しかずさんの家でその作業の様子を見てみよう。キコウズと呼ばれる原木は押し切りで2尺5寸ほどに切り揃える。専用の大型かまどの平釜に水を入れて沸かし、8束から9束を一度に蒸す。原木の束を竹のすのこ上に立てて並べ、ビニールシートをかぶせる。以前はビニールシートではなく、古式と呼ばれる大きな桶が使われていた。すのこと釜の間には藁で作ったドーナツ状の輪が置かれている。これは蒸気漏れを防ぐパッキングの役目をするもので、腰巻きと呼ばれている。腰巻きは 2,3 年に一度は作り替える。腰巻き作りは楮を刈り取る前に行う。割り竹を芯にして渦巻き状に藁を編んでいく。腰巻き作りは慣れていても一日がかりの仕事である。楮を蒸す時間は1釜目はやや時間がかかるが、2釜目からはおよそ1時間半ほどである。頃合いを見計らってビニールシートを外し、楮に水をまんべんなくかける。こうすると楮の温度が急に下がって皮が収縮し剥きやすくなる。剥いたままの乾燥していない楮の皮を部員皮という。これは塩をしていない生の状態、部員の皮という意味である。部員皮は束にして風通しの良い場所に干し、天日で乾燥させる。かつては桐原さんのように楮を栽培する農家が家ごとに楮を蒸し、白皮に加工してから仲買人に売り渡すことが普通だった。現在は仲買人自らが農家から原木の木楮の状態で集荷し、まとめて加工している。良質の那須楮を最も多く栽培している大子町大沢。富士屋商店の奥では手慣れた人々が収穫した大量の木楮を蒸し、冷めぬようにしながら次々と皮を剥いていく。また当地方で栽培される楮にはいくつかの種類がある。上杉の菊池五助さんに楮の種類について話を聞いてみよう。カジとか楮とかクワとかっていうのはみんな同一品種ですからね。クワ科の一種ですから、楮もなかなか見分けはつかないと思います。これがカジです。これが赤楮です。これが青楮です。赤楮と青楮の見分け方はこの
目の出具合で見分けます。どう違うか。これは目がちょっと高いんです。こちらは目が低いんです。こちらが大きくてこちらが小さいんです。それで色も多少違います。こちらは黒ずんだような感じ、こちらはこうちょっと薄めです。種類によって品質に違いがあるというが、区別されずに加工され使用されている。ここをこうねじって、そして指を一本入れてずっと引っ張る。皮を剥いで残った楮の芯を楮からという。少し前まで女たちの楮むきの手間賃はこの楮からであった。香月からは焚き付けや燃料として重宝されたという。菊池五助さんの家では河原に部員川を干している。河原に干すのはなぜいいんですか。これはね、石が太陽の熱で温められて、それで早く乾燥するんですね。部員川を干し上げたものを黒川という。黒川の表面の薄皮と緑色の甘皮の部分を削り取り白皮にする作業を拒否取りという。拒否取りの道具は専用の小包丁と藁で作った拒否取り台である。拒否取り台は藁製のこの地域独特のものだ。藁はすぐって十分湿らせ、よく打ってから使用する。藁を折り曲げて元の方できっちりと束ねる。できるだけきつく縛ることが大切だ。私のは一番この先だ、固くやっぱし、まあ締めなきゃね、ダメだからね。一番ここが完全に難しいんです。の先の方は小分けにして三つ編みにする。ここは座るところなので平らにならす。束ねた部分を斜めに切断する。この面を使って表皮を取る。小包丁を作っているのは市内森金の鍛冶横山助弘さんである。先祖は水戸藩お召し抱えの刀鍛冶であった。祖父の代に鍛冶屋となり、農具や山仕事の道具などこの地域で需要のあるものはほとんどのものを作ってきた。この辺りの楮農家のほとんどが横山さんが打った小包丁や鎌を使ってきた。横山さんの小包丁作りを見てみよう。ふいごで火を加減しながら鉄を打ってゆく昔ながらの方法だ。横山さんが作る小包丁は柔らかい地金の片側にだけ硬い鋼を使う、いわゆる片刃物である。焼きを入れれば鋼の方は色が変わるんですよ。表皮が取れてね、表面の黒いところが白くなるんです。形が整うと焼きを入れグラインダーで仕上げをする。黒い皮が剥けた方が鋼なんです。で柔らかいというか生鋼の方はこっちです。
次に市内諸沢に住む相沢初江さんのひょひとりの作業を見てみよう。黒皮を水に浸し柔らかくしてから行う。ひょひとり台の三つ編みにした部分に座り、表皮に小包丁の刃を当てて手際よく甘皮まで削り取る。内側の乳白色の柔らかな部分が紙の原料となる。この部分を白皮と呼んでいる。実はここに那須楮の大きな特徴がある。楮の皮は外側から茶色の薄い外皮部分、緑色の甘皮部分、乳白色の部分に分けることができる。他の産地では緑色の甘皮部分を削り残すが、那須楮は乳白色の部分のみを残す。那須楮の品質の高さは植物としての品質の良さに加え、緑色の甘皮を残らず削り取ってしまうこの加工法にあるのだ。あんまりこうなんていうの、包丁立てと刃を立てとこう切れちゃうから、こう斜めに寝せて、こう当てる。そう。で、あんまりね、あのなんていうの、力入れでも疲れるばかりしてダメなんだよね。表皮を取り除いた白皮は友皮で縛って天日乾燥する。頃合いを見て縛り直し再度吊るす。縛ったところは乾きが悪く腐敗しやすいので、全体が乾燥するように手間をかけるのだ。これは何という作業なんですか？私らは前からあのゆっかりすってあの聞いてるんですけど、裏と戻と裏控えしてね、そして縛り直して引っ掛けるんですよ。縛ったところは乾きにくいんですね。そうですね。何日もこうして縛っておくと青くなっちゃうんですよね。色が変わっちゃうの。乾燥すると白皮は地元の紙すき職人原料問屋に引き取られる。昔から白皮の買い付けを行ってきた大子町コロフジの竹内商店。現在できるだけ残った表皮や傷を取り除き、品質を高めてから出荷している。これはこう水にさらしても取れないので、これは結構 取るとね、あのすく方が喜ばれるんですよね。岐阜とか福井県にこう行ってきたんですけども、やはりそのすく姿を見まして、本当に那須楮でなければこの紙はできないんだよっていうようなことをね言われまして、ちり取りといいまして、こう非常にこう細かいゴミを取ったり、そういう作業がですねたくさん行われてました。でそういう姿を見まして、できるだけ最高品質のものをね送ろうという気持ちになりました。那須楮は4貫目を1単位として束ねられ、ほとんどは美濃の原料問屋を経て福井県の越前宝所、岐阜県の本美濃紙など各地の高級和紙の産地に搬送される。岐阜県美濃市、かつて和紙の一大商業として栄えた町である。市街地から長良川の支流板取川に沿って遡ると美濃和紙をすく工房が点在している。長谷川聡さんは本美濃紙の伝統を受け継ぐ一人だ。
那須構造について語った。いい仕事をしてくださった原理を使ったときは、私どものその仕事の良し悪しに関わらずいい紙ができます。この那須構造をずっと使い続けてきたというのは、紙すきの技量をさらに上げてくれる原料であったからこそ、この原料をずっと使い続けてきただと思いますし、お互いがその仕上がった紙の品質なり、その評価を高めていくためには、紙を作る生産者もそうですし、その原料を作ってくださる生産者の方々にしても、やっぱりいい仕事ができる、納得した仕事ができる環境をみんなで作っていかなきゃいけないと思います。那須構造は和紙の原料として最上級品であるとの折り紙がつけられている。また高級和紙の原料としてだけではなく、文化財の修復に使われる和紙にもなくてはならないものとなっている。布紙です。でこれも材質は構造になってます。これはむしろこう肉がぽってりしててしっかりしてるっていう、最後きっちり仕上げていくっていう、そういうふうな感じ。これも構造が材料です。那須構造は久慈川、中川の清流に生きてきた名もなき人々によって守られ続けてきたのである。茨城空港から出かけよう。続いては県や市町村からの情報を紹介するいばきらインフォメーションです。茨城県立歴史館では3月20日水曜日まで特別展筑波山神と仏の御和須山を開催しています。古くより広く知られた信仰の山筑波山、日本古来の神々をはじめ仏教や山岳信仰も合わせて山全体が霊場となり、数多くのお社やお堂が建てられました。江戸時代には中禅寺が徳川家の祈願所とされ、三代将軍家光が大伽藍を建設するなど、筑波山は重要な意味を持つようになります。ところが明治時代には仏教を排除しようとする廃仏毀釈の影響で、お寺や仏像などが破壊され、改めて筑波山神社となりました。今回の展示では神様も仏様も祀られた霊峰筑波山の信仰の歴史を紹介します。詳しくはホームページをご覧になるか、茨城県立歴史館までお問い合わせください。また歴史館は偕楽園に隣接していますので、梅祭りとも合わせてお楽しみください。茨城県は JR 上野駅にある地産品ショップのものにおいて3月5日火曜日まで茨城フェアを開催しています。茨城県の代名詞ともいえる納豆や干し芋など、旬のもの、地のもの、ゆかりのものをテーマに、およそ200アイテムの県産品を取り揃え販売しています。またカフェコーナーを茨城梅カフェとして梅祭りのイメージに装飾し、梅ソフトクリームや梅酒などの商品を提供しています。さらに期間中は茨城県のアンテナショップ茨城マルシェとのコラボレートにより、粗品のプレゼントなど嬉しいキャンペーンも実施していますので、上野駅にお立ち寄りの際はぜひ地産品ショップのものへご来店ください。偕楽園では3月31日日曜日まで水戸の梅まつりが開催されています。園内にはおよそ100品種3000本の梅の花が咲き誇り、すがすがしい香りに包まれます。また2月22日から3月10日までは開園時間が午後9時まで延長され、
ライトアップされた幻想的な梅や竹林をお楽しみいただけます。さらに3月2日土曜日には一夜限りの夜梅祭りが開催されます。園内を数千個のキャンドルで照らし出すほか、県内の飲食物産フェアなどが行われ、フィナーレでは打ち上げ花火が夜空を彩ります。その他、高校生による野立茶会などさまざまな催しを行います。入園は無料です。皆様ぜひ偕楽園へお越しください。詳しくは偕楽園公園センターまでお問い合わせください。茨城県陶芸美術館では3月10日まで企画展アラビア窯フィンランドのモダンデザインを開催しています。1873年ヘルシンキ郊外のアラビア地区にて創業したアラビア窯は北欧を代表する陶磁器メーカーであり、そのシンプルでありながらぬくもりのある良質な日用食器は世界中で愛されてきました。この企画展ではアラビアの初期から現在の製品を展示し、アラビア窯の歴史を紹介します。合わせてアラビア窯に在籍しながら個人作家としても活躍する陶芸家の作品を展示し、フィンランド陶芸の芸術的側面にも迫ります。詳しくは茨城県陶芸美術館までお問い合わせください。茨城県近代美術館では3月20日水曜日まで企画展2年後自然と芸術そしてレクイエムを開催しています。東日本大震災からおよそ2年、あの日を境に私たちと美術との関わりも美術への見方も変わったのではないかという視点で企画されたのがこの展覧会です。川口達夫や井上尚など独自の視点で自然の本質を捉えようとしている現代作家の作品や、関東大震災、阪神淡路大震災、東日本大震災などと関わる横山大観、木村武山らの作品により構成し、人間と自然との本当の関係について考えます。会期中はシンポジウムや出品作家によるアーティストトーク、横山大観聖戦流展鑑賞ワークショップ、男はつらいよ虎次郎紅の花などを上映するウィークエンドシアター、ミュージアムコンサートレクイエム明日へなど様々なイベントを開催します。ぜひお越しください。詳しくは茨城県近代美術館までお問い合わせください。茨城らインフォメーションでした。続いては茨城ら TV からのお知らせです。番組では視聴者の皆さんからの動画や写真そしてメッセージを募集しています。現在募集しているメッセージのテーマはもうすぐ春。このテーマ以外にも番組へのご意見ご感想もお待ちしています。メールアドレスはmail@ibakira.tv です。茨城ら TV ホームページからもお寄せいただけます。また動画や写真は風景や植物、ペットなど身近なものを撮影して送ってください。動画の応募方法は茨城ら TV ホームページをご覧ください。採用された作品は番組内でご紹介していきます。皆さんからの投稿こちらもお待ちしています。続いて茨城県のお天気をお伝えします。まずは気象注意報です。現在県内全域に乾燥注意報が、県南県西地域には合わせて強風注意報が出ています。この後の茨城県のお天気は北部南部とも晴れで、昼過ぎから夕方は曇りの予報。気温は水戸で8度、土浦では9度まで上がる見込みです。さて県庁4階にありますスタジオからお送りしてまいりました茨城ら TV、 明日もライブ配信11時からありますよ。この後も素敵な週末を過ごしてくださいね。明日もぜひ見てください。それではまた。